モブラ。あ、ソードのレア、あ、キャラご、あ、あのコピー能力ボタンか。かっ、なんかキモ。な、何のやつだっけ？スターライズ。あ、スターだか。サンマ感なれや。サンマ感ってなんだ。あ、ヒロソード。あれでしょ？あのハンターズ。ストーリーモードは2人でできないの？できるよ。あ、こうやって教えてくれるんだ。俺結構レインボーっす。その見た目のせいで小麦粘土に一時期ハマってしまったと言っても過言ではない。可愛すぎるんだよな。キャラ少な。出してやれ。そういう二人なの。仲良かったんだ。仲良かったんだ。でもなんかアニメではほら主従関係じゃん。そうだった。読めなかった。ちょっと読めなかった。バディマッチ。ウィチ読めず。出るよ、先輩。そう、チックジャンプ、ソードかな。 あれワードでしか選べない。カービィ以外のやつじゃないとダメなの。じゃあお前がカービィ使う。いや、ワードでバディ、何これ片方ワドルだけなの。多分、進めていけばグイとかも使えるようになるじゃない。あ、そっかそっか。そのカービィ以外のやつをもう一人ってことね。そう、でもそんなにいないんだよな、カービィ以外のやつ。いないよな。マホロアと、あとメタナイトとデデデでしょ。はーい。 B で攻撃、 A でジャンプ、 LR でガード、あー、 Y で投げ、2つのパースを拾ってガタさせよう、敵を狙って B で打て。 OK。ダッシュ、ん？ダッシュからの、これね、ダッシュから、おお、何それ、これでしょ、これでしょ、あー、ウェビみたいな、あ、これ見たことある、これなんか跳ね返るやつね、これ、やっぱ跳ねて、こう、跳ねてこう、ほら、動画で見たやつ、動画で見たコンビ。これしか振らない。お前長、それお前それ長。俺こんだけ、死んだ。手に召されたです。なんか俺の帽子感すごくない。なんか毛糸感すごい。こんなんだったの、ソードの帽子って。こんななんか手編み感あんの。帽子くれ。来た。暴力の方が嬉しいだろ。レスラー来た。残り4回。はい。攻撃だろ。なんか振動が来た。別に振動。ああ、キャラは変わらないんだ。第一章2回ってことは何？やればやるほどショーが進んで話が進むってことでしょうね。だって5回しかないんだよ。なわけないじゃん。アーケードモード的なもんかと思ってた俺。そういうわけじゃないのか。あ、ほら、何のやつ、ファミコンのやつ、あの回転する、すごいってなってる。痛い。落ちないんだよ、このステージ。できんじゃねえかよ。できる。うわー、もう DNA に刻まれた曲。これってさ、ポーズをしたら能力見れないの？あ、来た。ダッシュ、空中でスピニングソード。突き出し、空中で下、見てるな、ソード。うん、下突き、
切り上げ、目と上、回転切り、離す上、あー、離す下、へえ。あ、頬張りつやってないね。ゴースト。バディさんはゴーストじゃなくて、あ、君がやってるからか。やりつき、裏つき、ね、逆側殴るってことでしょ。あーワードコプターやってたね。天空突き、大地突き、突き落とし、ダッシュ、長押し、ワードトリプル。あ、空中で連打なんてのもあんのか。お前も頬張れるのか。確かに、どうやって頬張んの？あ、つかみになるのか、頬張りじゃなくて。そうだな、つかみの方だ。知ってるよ、こそじゃないし。あ、ちょ、ごめん、スティックじゃん。これ十字剣もいけるよね。十字剣もいける。ああ、こういうことか。ほら、俳句みたいなやつ。はい。私はバトルよりカービィの方が好きで。でもこのゲームのカービィ、なんかゲームによってカービィの顔ってなんか微妙に全部違うけど。あ、グルメレース、今アドバンスっぽいけど、これ。グイ来た。グイって、でもアクションないぜ、あいつ。あるんでしょ。強さ、チャージ技のため時間はそこそこ短くなる。やってないけどね。もう演出もかったるいぐらい早く飛ばしたい。おしゃべりなそうだ。ビーム全然強くなさそう。ニプにしたビームはすごく強くなさそう。リリシー、ロードが長い。よし、あ、てってってってグリグリ、スパデラステージ。てってけてってってか。あ、欲しい、それそれで。拾う。持ていい。出てみます。あ、こうすんな。ああ、二人当てたらこの演出にこうすんのか。リキュアみたい。見たことないけど、プリキュアっぽい。あれ、プリキュアって何？俺、プリキュアの技一個も知らないな、よく考えたら。ちなみに初代は技がないはず。ないってある？肉弾戦だから。嘘だろ？俺知らんかった。いや、ごめん、わかんない。なんかキックとかパンチとかのイメージ強い。ステッキか、ステッキの先からキラキラビームじゃないよ。出ない、出ない。初代はない。初代はステッキない、マジで。それはない、間違いない。確かに見たことはなかった。なんかこうしてんの見た。そう、それあとはあのグッてしてんの、空中からこう空中からライダーキックライダーキック。あ、ハンマー。だから初代が一番強いって言われてる。私もプリキュア全然見たことないけど。確かに。あ、でもなんかあの歌丸が、ライムスターの歌丸があのプリキュアの映画見に行ったらもう歴代のプリキュアが全部出るの、その映画は。で、あの歴代のそのプリキュアの各々のその必殺技を連打するから、なんかもうちょっとハイになれる技しか出ない。もうこれあのステージか、ロボコンのステージか。そうだね、戦ったことないけど。あんのかな、覚えてない。いや、なかった気がするな、こいつは。いらん。ゴースト強化ってどんだけ後ろ向きなんだよ。確かにこれ、このキャラ出すのかったるいね。対戦してんだけどっつって。ストーリーの割にはいまいちテキストないね。まあそんなもんだろうと思ってたよ。
そうなんだ。大きな大きな2つの気配であった。 5回短っ。あれ、え、こいつなの。2体いる。お前もバディなのかよ。双子、そうだったの。ガード、あ、ガードに制限ある。カービィだったら、このピカピカ光ってる時って無敵なの。痛い痛い。この技無敵。痛い痛い。あ、これ吸い込め吸い込め、いけ。何見て、吸い込み失敗するとこうなっちゃう。お前いつものやつはどうしたんだよ。うわぁ、吸い込めね。パターン、お前俺のソードこれしかないね。あれ、お前吸い込まなかった。それ食えないのかよ俺。カービィどうしたんだ。そのリンゴは吸い込めるだろうね。あ、回転した。泣いちゃった。いつもの顔だ。カビどうしたって確かに言ってくる。お前なんかもっと吸い込み激しかったな。ハムーじゃないんですよ。無敵の吸い込みはどうしたか。来た、ヨーヨー投げ。対戦しててもこれたまるね。あ、テキスト来た。つい打っちゃった。まさかの行き止まり。塔を登る扉の鍵を落としていった。最上階を目指して再び階段を駆け上がる。まあ、殿には5階だったし。いっぱい塔があるのかな。影武者の秘密バレちゃった。影武者あり。じゃあね、カビして。匂い棒がいいな。さっきとあまり変わんないな。そう、いや、なんか槍とスティックってあまり変わんなくない。わかんない、長そうだけど。キモいからやめて。それキモいって言われた。ふーい、ぐーい、一作にしか出てなくない。パンにしかいない。あ、そっか、確か。グイの技なんだよ。吸い込むしか、吸い込むじゃペロンってしかないぞ、あいつ。じゃあ、スタートしてみたら。いや、多分操作してたら分かると思うけど。一応見てみたらいいじゃん。技名が見たいってこと。あ、これあれじゃん。ペロン、ペロペロン、ペロ捕食、舌打ち。下打ち、グイパラソル。あ、パラソル、パラソル系なんだ。グイバーニング、すごい、なんかいろんなことできんね。グイストーン、こっちもコピー能力あるもん。あ、そうなんだ。拡散ダークレーザー、またもどきダークレーザー、お守り袋。3番はまたもどきって。3番全然知らないからな。難しいよ3だよね、うん、グイって。あ、ほら、あ、すげえ、すごい、あれじゃん、ラストの時のやつね。ああ、あ、これお芋、お芋、これもう知ってる、お芋の効果わかんない、初めて見た。初代にしかないよこれ。なんか捕まれたな。あ、捕まってない俺これ。捕まってる、危ない、多分それは。ちょーちょーちょー、なんでだお前。お前どうしてなんだ。いた、ちょっとだけいい。棒、裏棒、一回棒をした後に
スティックいやそういう多分みんなあるよ。攻撃中に逆に押すと逆に出るってやつでしょ。逆に。ああそっかそっかそっか逆に逆か。防術高飛びつき。高飛びつきを連打でつくつくこう。ダッシュ話で如意棒戦闘。品川し話で如意棒バンティ。下上で竹トンボ。そう下上多いな。キュースの構え。しゃがみしゃがみガード多分ガードか。あ緊急回避あるぞ。グイ弱そう。あストーンあった。え、俺のためしょぼくない？はい。目でっかいね、今作のカービィ。じゃあ個人的にはスマブラのカービィが一番好きだ。デモ。スマブラデモ。あの笑顔大好き。あそっか。しょぼ。どうだろう。60というね、すげえじゃん。もう計算ができるかできないかもあれなっちゃった。キュートなグーイ、キュートなグーイ、10回目だろうぞ。長い。あ、空中でもこれすげえ長い。わーお、かっこいい。めっちゃ使いやすいんだけど。ちょっと待って、これさ、恋判定なし？上がってきて。やばい。いて。あ、もう持ち。あ、あったあった、昇竜みたいになるわじゃん。くる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 、おい。演奏も長い。うん。なんでバディなのに一人しか出ないの。次まで出てたじゃん、二人。最初の方だからね。いらん。レアって書いてある。そうだな、レアを取った方がいい。だこのゲーム中でしか効果がないから、まあなんか、あ、ここは何、このせいじゃ何、敵もこれ何だ、アンロックしないと出ないの。ナイフ設定とかないから相当簡単なと思うんだよこれ。いや雰囲気的にはロボボっぽいけど。でも何キャラ？強くないか？なんだっけ、もう一回か、それ忘れちゃったよ、それあったよね、前、見たことあるもん。はぁ、なんかあんまり使わなそうだな。あんまり使わなそうじゃない。使うかね。タメ投げなんだけど、こいつタメ攻撃は投げ、当たるわけなくない、その対人で。確かに。まあそれは1対1で考えたら、ミータニアとは違うか。1対1対1対1とか。これやって書いてある。全員スピードアップの、まあ本当になんか同じやつしか出ねえの。激
早くアンロックしたいよ。わあ。だ。でででで。危ない。抽出された。今は真似するでしょ。あ、俺浮いた。あ、受けるのこれ。俺のダッシュビー。あ、自動でガードして。お化け、ワドルお化け始めるんだ。もうちょっとパックマンのゴーストじゃん。でもワドルお化けすげえ顔かわいい。すごい顔かわいい。なんだろう、普通のワドルよりかわいい、かわいく見える。手出してよかな。なんでだろう、顔変わんないじゃん。顔変わんないのにな。違うだろう、火力だろう。あ、でもレベル2だもんね。レベル2取るわ。お、中間でなんか出た。あ、なんだっけこれ、あれなんだっけ。ソードっぽいけど覚えてない。これなんだっけ、夢の泉のボス。これダブル、ダブルスエッジって書いてある。エッジっていうの、あれじゃない、鏡の大迷宮のボス。違うかこれ、思い出せねえ。だ、ああ、それを吸い込めてこと。はいはい、これでいいじゃん。はい、うわー、まさかの。やめろー。全然食らわないんだよ、こうしてるだけ。めっちゃ削れた、これ。火力あるじゃん。火力はあんまないから、あんまり食らわない。あ、いた、痛くない。いた、正面に撃つから。お前吸い込んでくれよ。あ、今だ。違う。うわー、怒るんかーい。これ制限やもん、ね、空中でも奇跡。ちょっと無敵、おー無敵あった。これで時間はないわ、まあ、火力がね、火力あんのか。俺星吸い込みまくってるけど、ずっと強いか、強そうには見えないんだけど。ストーン強いんじゃない。ストーンか、ボスにめり込んだまま解除しないといけない。確かに、それ嫌だな。これもらってるけど、いつ使うの。もう使ってあんだ、これ。解放されたって書いてあるから、これで出るようになったってことでしょ。ああ、そこそこそこ。なんだ。
村越し村もいらねえな。さつまいも強いじゃん。最初葉っぱかと思ったんだよな、これさつまいも。あーこう初めて見た時、うん、白黒だしね、ゲームボーイだから。アーティストってやってみたいな。可愛いアーティスト。もちもちしてない。してないの？してないだろあれ。してるかウォーター。カービィがもちもちしてるってことじゃないの？てってってってけてて。お。ここなんか稼いでるんじゃん。体育がしょぼすぎるだろこれ。足速足速いけどですね、ダッシュ攻撃は速くなって必要じゃない。あー角度変えれんのこれ。やばい間に合わねえ。クラックを殴れるけど。あ、そうだったんだ。なんかあんのか。邪魔だから退けられるのかな。出たビーム。ビーム遅かったな。必勝。なんでそういうこと言うの。似合わな。似合わなすぎるでしょ、いかがも。もっと喋んないやろ。なんかこれさ当てた後なんかいい感じにならないんだけど。こんなことしない。ストーンも火力すごい。すげえ、ここで回復しまくれ。ててててててて。あー、俺は食らわないんだ。すげえ、めっちゃ、お前食い物の中にお前すごいの入ってた今。見たことない食い物入ってた今。あ、すごい。ちょっと、で、走者がいるんだけど。使えないって言ってました。はい、正直使いやすい。だそうです。うん、出てくるアイテムはハプニングスターだけ。ハプニングスターってなんだ。分からん。取ったらなんかハプニング起きんのか。ね、これ絵出てきてる。あ、これ3のステージ。ステージじゃない2これ。あ、殴ったね、ハプニング。ハプニングスター動かして。わお、見てほら、なんか知らんけどクリームソードがたらく。ああ、クー。クー。ちょ、やめて。クーがカッター持ってる。カッター持ってる。クーが、やっぱ2じゃないか、これ。星のカービィ2。2やったよ、俺死ぬほど。やったじゃん、思い出のゲーム。でも背景は3っぽいんだよな、これな。3か。3にもクー出んの。出る。
ニングした、ハプニング。ハプニングなんか触れただけだ。あ、何、あいつに爆弾が飛んでくるんですか。いや、殴れよ。あ、殴るといい。早い。これがカチカチをしても何無駄なんだろう。なんか実績みたいなのがあるけど、任天堂スイッチストア更新、フートが倒すとなんか変わんのかな。明日マリオ99やろうぜ。マリオ 99? あ、じゃあ35、ごめん、99にもできんわ。35に対戦テトリス99みたいに嫌だった。あ、でもストア今あれか、あのアップデートじゃねえや、メンテナンスしてんだよね、10月1日までリニューアルするのって、メンテナンスとは。マジで、うん、スイッチの UI はリニューアルしないの。あ、すんのかな、しないよね、だってね、アップデートじゃねえや。いつものレギュラーメンバーレベルコート3とかになってる。あと2回鍵のシャッター、あ、これあれじゃない、あの 3D のやつ、あのウルトラ、うん、ウルデラだ、ウルデラだこれ。あ、私やったもん。それドデカタイクやろ、ドデカすぎないそのタイプ。すごい使いやすくない、これ。なんかないか、これこれ当たるわけないじゃん、これ。あグイ絶対キャランク低いよ。移動もできねえしな、これ。移動ぐらいさせようよ、これ。いた、投げるだけ、これ。これすごいわけじゃないのね。死なねえのかーい。いらんわ、こんなの。遠征に出られるかも。あとちょっとね。ファイターズポイントそんなもらえないです。出た、ビートル。腕出だからだっけ。結局のところスープレックスだね。体力回復するか。え、なんかドラムいいじゃん、腕がいい。じゃそれ1個持っている、よく見たら持ってるか。何、2個目だはダメってこと。あれでもか、あ、ってことはこれは偽物ってことだ。なんてこと言うんだよ。影武者の秘密って書いてあるからって本物かもしれないじゃん。たとえなんかこんな、なんかまだ真ん中にもたどり着いてないようなところだけど、いつもとちょっと違うような。使いたいよ。あ、曲ほら、だゴルドー先輩、スマブラでお世話になっております。見てよ、なんか仲良く帰る。あ、ドーン、やばい、痛い。何これ、痛い。そのバディ技なんだよ、その技。乗れるの、味方に乗れるお前、俺乗れないじゃん。乗れるんだったら多分もっと僕のトーンに乗ってたよと思うけど。あー、カービー、嘘、何その技。行きたいじゃんお前ら。来た、来な、ガードがノーダメなのか。ふん、刺さってるじゃん。
取れなくなった。わあ、助けれるのかな。メタナイトを殴ればなんとか。あと1分しかない。あ、いや、ウェビーの方が火力あるから。なんかウェビーの方が火力絶対ある。出しにくいし。違う。やってるし。ちょ。個性はよかった。あ、個性か。時間がない、時間がない、早く急いで。避けたじゃん。回復してんじゃねえよ。そげなんてこった。どうなっちゃうの？チャレンジする。もうちょっと火力あるだろ、バンバン打ってください。ちょっとさ、もう一回見てもいい？回せないの？回せませんね。何を見んの？ホトビザキ雑技中にやっぱそうだよ。裏に入ってただ一つ技こう。ちょちょそれじゃないそれ。これ。吸い込み、おーい。だ。絶対吸い込んでやった方がいい。火力でいいから。判定や。あたい判定あんのか。だ。あー、これで。これは失敗じゃない方がいいや。吸い込みの判定短い。なんかお前すげえ食らってて何があったの。かかりこの高い技だけを。ああ、ワドルだ。クッパかお前。逃げてた。魔法かけられてた。ああ、コングラチュレーション。
イエーイ、めっちゃもらえた。えいらん、そうだろお前。やっと来た、出た。それは偽物、影武者のワドルディたちだった。本物のダデザダイオとメタナイトさんの上の階で待ち構えている。あいつは何してんだよ。投げ。バディ俺あれしかいないの、あの二人しかいないのまだ。じゃあなんか6章まであるっぽく見えない。5章かな、5章かな、あるとしたら交代してみるか。じゃあいいよ、次私グイ使ってみる。いやいいよ、グイはつまんないよ結構。なんてこと言うの、結構な面白くなそうだよグイ。何がいいかな。あのジュース飲みたい。ジュースあったっけ。あ、グアバジュース。そう、あみが昨日美味しかった。まあまあ俺は好きかな。好きなんだ。じゃあゴムにしてみるか。他のバディ、まあ、フォロワーとか、俺レスラー使いたい。あわ全部のレスラー。あ、いいじゃん、美味しいじゃない。これ100円だったら安いじゃん。また買いたい、あったわね。これにげ爆弾遠距離キャラ、遠距離キャラなわけだよね。ゴムも結構遠距離。あのショーでしか使えないの。危ない、うわあ。確かにこのゲームは無限コンボがないわけだよね。ある程度のヒット数、ある程度ヒット数がこう稼がれるとなんか無敵になってくるっていう。あなんか、あ、来た、ロロ戦士、ドロアンドララ。手2つ、こっちがいい、どっちもいいよ。早く選んでほしい方が多分あまり変わらん。バディのこの空中ジャンプがあれじゃないか、本当にあのヘルパーの時のやつだこれ。ヘルパーのジャンプ危ない、かわしたじゃん。
げえ。おい、行け。危ない。どうすれ。食らう。あ。あ、よ。マイク。あ、君か。マイク誰でも使えない。本当よ。あ、どうでもいいんだ。スーパーで来た。来た。スーパーレアな手に入れなきゃ。レアが出やすくなるよってことだな。ステージを仕掛けに動くスピードが2倍、でも受けるダメージ半分になってるから。仕掛けのスピードは速い。横攻撃は結構長い。何気にこれは横強と横強っていうか横攻撃と、あ、これパーパーパーだ。いいじゃん。あ、例えば取るほど上がるんだ。でしょ。引かれたよ。なんだっけ。あ、この電気の人。あ、春風と共にじゃないのって一瞬の中で完全に。新教育全く役に。そう。カービィ、これレイドナイトフル違う、そういうんじゃない。アティスト使ってみたいよ。出ないっけ、まだ。まだ出てない。あ、バリッカウェポン攻撃して電気をチャージしよう。チャージが止まる。電撃が襲いかかる。最後に殴ったやつが、あ、これはウルデラじゃん。あ、そうね。ウルデラのあの 3D を全部に使った。ああ、そうなんだ。これあ、そういうことか。だからこいつに言うの。なんか動作中このさ、ためあれ、いや、そんなもんないよ。なんか見間違いかもしれない。
なんでチュッてしてくんないんだ。うわあ。バディ持て持て、バディバディバーディはい、強いかっこいい。ズズズズ、今のプリキュアはさすがにステッキ、ステッキ持ってたよね、なんか。ステッキかなんかわかんないけど。あれ持ってなかったっけ？なんか持ってた感じしたけど。ステッキかどうかはちょっとわからないし。もう5色ぐらいになってるし。コロナ対策。うん。うまいから全部飲んじゃう。これなんか強技、あ、なにこれ、あ、見ますかこれ。アイスコンタクト。なんか無敵あるよ。てて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 、対戦でこれやりたいよ。出てきましたね。あるか。めちゃめちゃあった。すごいよかった。お茶、ね、入れてない。お茶入れた俺も。私も入れてくれてもいいよ。だってめんどくさいよペットボトル。作って、だってお前入れた後にまた作るんだろう。水筒の方が楽だよやっぱ。半分くらいできた。次打つアンコールっていうんだ。初めて会った爆発？うわ燃えた、お前なんだそれ。おーい、あー積まれた、これでいいんじゃん。男性証明あれ撃つの食らってる時の顔がいい。ちょ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 、避けたって、てか無敵とか無敵だから避けるとかそういうあれじゃないんだ。すげえ便利なの。確かに。うわーなんだ。確かにこのやつだと嬉しい。何言うんだろう。実は落としてたんだっけか。ずっと置きボムしかしなかった。最強か。あー来たー、エサとかぶっちゃったやつ。お、マホロワだ。正直な正直な、マホロワって言ってもマホロじゃないだろ。
あ、これ64の工場。みんなこの曲好きよね、意外と。もう行きたい。うわ、違う。上攻撃のさ、判定が。あーお。死にそうやんけ。はい。だだだだ。お前さ、ダッシュ攻撃なんか優秀なんだよ。うわ、やっちゃった、いって。だよ。わあ。なんだ。死にそう。よかった、次回復が作ろうか。何それ、 いいじゃんそれ、それだ、それだろう、回復いらんだろう。どうした、サクサク行け。意外とロードが長い。うん、確かにここは長いの。夢です、大好き。ダッシュ A がゴミなんだよな。いや違うか、ダッシュが妨害しちゃってる。俺が悪いだろ。バンじゃん。けど。わお。なんで逃げなかったんだ。引かれたあいつ。で引かれた。もう一回で終わりかな。回じゃない、この勝利。でけででんででん。なかなか出ないけど。能力とステージが全然安楽さえ、ね、これなんだ、それいいな、これいいよな、うん、稼ぎたい、とにかく稼ぎたい、長い忍者いいよ、忍者使いたいよ。確かに忍者いいな。投げ、あと5回もある。うわ、そんな声だ、そんな声だった。マジピンチじゃん。おお、バディ死ぬ。あーはは、俺が生き残れるの、生き返されるの。あ、ほら、あ、なんか何よ、このインキャス戦法。あー、なんか飛んできた。大死ぬ。やばいやばいやばい。あー、おお、やべえじゃないかよ。これ、あー、2回目は長い。ちょっと待って、棒持ってた。嘘。ショック。100。俺なんか
通に CPU 戦やるんだったら通常 B、NB しかやることがないんだけど、上も弱えし。ほぼあんまりやることないんだよ。上投げあるだろ、あの角度つけてないから。そうだけど上にいなかったら横に投げらんないの、角度変えて。あんまりないよ。あー寝た。寝ばガチャだよ、早く起きるぞ。下投げの方が早いの。下投げ？その転がし投げ、ダッシュ投げ。ああ、みんな下にいるから。いいじゃんそれ。あれ？うん。手伝って。酒飲むみたいにジュース飲んで。ガブガブ飲んでんなマジで。美味しいじゃん。UFO。 危ない。槍がさ、そんなに火力ね、あるわけじゃないんだよな。だ。ピンチだ。これ頑張れ。これ頑張れ。ちゃ、ダッシュエ、ダッシュエじゃないやつに入れてほしい。さあ、インキャセンボール。ああ、なんか、長い。長いんだよ、スティックは。生きて、俺が。起き上がるまで。超レーザーがいる、レーザーがいる、レーザーがいる、レーザーがいる。暗い暗い。超上逃げたじゃん。よし、なんかすごいいろいろ全員殺した俺は全員殺した全員殺すな私も巻き込むんじゃないよ。見てほら、あれ、あ、前も行ったじゃん。前行った、前行ったよ。うん、どうも帰ってなんか最大がずっと初期のまんまなの。最大取ってないからね。初期ならないよ、ちょっと増やして。ああ、つかみで捕まったらレバガチャに抜けばいいの。これはゲームボーアドバンスだ。マスクドデデのやつね。違うな、それは違うわ。いてぇ、大王様やめて。ちょっと投げるの間違えた、俺やってんやつのことは。逃げて俺。なんでそういうものを投げるのか。逃げろ。俺のクラブ
ピエー行ったじゃん、逃げろって。違うよ、あいつ投げられたんだよ。技の演出だったかノーダメだったけど。だなにこれ、だ痛い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 、ちっちゃいウェタナイトがぶん殴ってきた。わお、わあ死んだ俺これ。あー生きてる生きてる、 やめろ、それはまずい。やった、回復あった。いった、やばい、大王に殺される。もう少しだ。うわあ投げられた、死ぬ。回復くれ、時間もない。お化けはうろちょしてるね。当たらねえ、当たらねえ、当たらねえよ。腕突き判定狭、ここしかない。本当にあの槍んとこしかない。風圧とか出せ。体力上げてんの。攻撃力も上げていけない。攻撃上げるか。ここ何？初ステージ。なんでこれ、ね、ダッシュ中でしか出ないんだろうな。何よ、これ強そうだけど。メロン、いた、出て出て。うわ、すげえ、すごい、すっごい、あそこすっごいのある、すっごいのある。やったやった。あ、マイクすげえ。急に長い。速さはすごいんだよね。対空の速さはすごい。これ2回。あ、あんじゃん、シルバー。これだろう。それだろう。やる気全開、熱き心。そんなにいける？横切りしかやらないってこと俺。横突きか。私 B 連打することしかないけど。硬さ聞くの？時間ないで、時間ないで、時間ないで。火力あんのか。先行やめ。よし、ギリギリ 0.14。 こったくれ、残り時間ボーナスゼロ。カスみたいな、カスみたいな精度。これいったらすごいレベル上がるかな。
レア。これすげえじゃんそれ。1個取ったんだよ。1個じゃあこれっすか。1万ミリのやつは増えるやつ。ちょっとふあーちょっと 10% アップス。いらんな。こっちの方がよくない？確実に次ボスだし。持ってたら、いっぱい持ってたらどうなのかなって話をちょっと。さっき戦ったじゃん。偽物にはないオーダーを放つ大王と騎士だった。あんま変わんないよさっきと。宿敵の友、宿敵の友って独特の表現。これの方が早い。馬が、うわー何それ。さっきそんなの、そんな技使わなかった。だーい。おら今までこっち使わなかった。もう面白い。もっとかっこいい投げる。投げろこれ。これ軽く投げる。これ痛い痛い。すげえ死に死ぬ。あぶねえ。なんかダウンするしかない。痛い。ねえこれ。おお何それ。前投げてくれる。おお何これ。あー危ない。痛い。ちょっとハンバーガー取ってくれ。やってねえそんなこと。そんな技はやってないよ。わお。なんでやねん。どうしたらいいんだよ。避けなんだよそんな。回避があるじゃん。あそっか。スマブラ忘れたんだ。痛い。かわしたじゃん俺。そんな危機回避は好きや。やるんですか。あー誰か助けてくれ。どんだけやんのこれ。30ぐらい。そこでもない。なんでアイマンそのプシュー使わないの。あバカ危ねえ。ダメか。まだうわあれ逃げた逃げた。すごい勢いで逃げたためたナイトいたっては。しょぼすぎ。それを 1.1 か消してくれ。もらったよ。もうアホみたいにもらったよ。裏キック。そういうのいいね。いいね。やんない。来た。何それ。呪いのリング自動回復。呪われてんのか。おおいっぱいあった。出た出た。よし寝よう。生まれたカービィたち。しかしあと一本のところで二人逃してしまった。何しに来たんだよこの二人は。よさない絆を深め天高くそびえる塔の上でパワーを蓄え待ち構えている。じゃあさっきでよかったじゃん。いざ予感。あラスト。やった。あ、やっと来た。来たよ。じゃあ次回に続きます。一人でモード。一人でモードは何？一人でモードは何ですか？ああ、タイムアタック。
だいぶ古い。この曲なんだっけ。あ、難易度別にありますよ。覚えてないな。ビートルも使いたい。カッターまだ出てないの。カッターある。カッターいる。あ、あるか。パラソルもまだか。ねえ、お前らメインメンバーだろ、しっかりしろよ。ウォーターに捉えてんじゃないよ。ウォーターいっぱい見たのに。よし、寝よう。